著しいエイジヒーピングを見せる、ナイジェリアの人口ピラミッドウィップル指数は、人口統計学で用いられる指標で、個々人が自らの年齢や生年を不正確に報告する傾向を測る方法の一つである。アメリカ合衆国の人口統計学者、ジョージ・チャンドラー・ウィップルによって提唱された。インデックス・オブ・コンセントレーションとも言う。国勢調査をはじめとする様々な統計調査において、自分の正確な年齢を知らない人が自分の年齢に近いと思われる、キリのいい数字で報告することがある。このような傾向が強い場合、エイジヒーピングと呼ばれる年齢分布の突出した偏りが生じ、統計は実態とかけ離れることになる。ウィップル指数は23歳から62歳までの範囲で下一桁が0や5である年齢の合計人口を23歳から62歳までの総人口の割ったものに5をかけることで求められる。指数値は100分比で示され、100から500の間の値を取る。国際連合は、ウィップル指数を用いてエイジヒーピングを測る尺度を以下のように提言している。ウィップル指数は、エイジヒーピングを測る上で広く利用されている。これは、数字の先行や丸目に基づいて、5年や10年間隔で、ヒーピングが生じることを前提としている。エイジヒーピングを測る尺度としては、他にマイヤー指数などもあり、任意のか一桁の数字に関する先行を検出することができる。しかし、文化的に好ましいと考えられる年齢や生年を申告することも考えられ、ヒーピングのパターンは複雑になり得る。1990年に行われた中華人民共和国の国勢調査において、漢民族の間では38歳、50歳、62歳、74歳に顕著ではないもののヒーピングが発見された。この知見は、ウィップル指数など、特定の数字や重心数の間隔に注目した各種の測定法が全ての集団に当てはまるものではないことを示唆している。ありがとうございます。